グレミラー楽団ライブラリーより In the Mood をお送りいたしました。グレミラーはですね、1942年から44年にかけアメリカ空軍の前身でありますアメリカ陸軍航空隊に入隊をし、軍楽隊長ミラー少佐として大活躍をいたしました。私たちのですね、大先輩にあたります。さてですね、今日演奏しておりますこのパシフィックショーケースはアメリカ空軍太平洋音楽隊の隊員で結成しておりますビッグバンドです。このアメリカ空軍太平洋音楽隊というのはですね、米空軍が正規に編成をいたしました12隊ある音楽隊のうちの1隊として国境を越えた国際交流を任務としております。そして24名のですね、音楽隊員が横田基地を拠点に世界36カ国を活動範囲としております。最近ではですね、海外の演奏が多くなりましてですね、日本国内での演奏回数が、ね、限られております。本日は大変貴重なコンサートとなっております。そしてですね、その空軍の音楽隊になるためには、まずは厳しいオーディションを受けて合格しなければなりません。そのためほとんどの隊員が大学では音楽を専攻しており、またもともとプロとして活躍をしておりました隊員も少なくございません。例えばトランペットのベンはですね、入隊の前はですね、マーチングバンドをベースにした有名なパフォーマンス、ブラストのご存知でしょうかね、一員として、何度も来日をしております。よくお客様にですね、普段はですね、飛行機の運転をしてるんですかなんて質問いただくんですけども、飛行機の運転手さんではございません。飛行機のパイロットというですね、専門職があるのと同様、音楽隊員は空軍のミュージシャンという専門職となっております。だからちょっとよくわからないお客様いらっしゃいましたらですね、アメリカ空軍までお電話でお気軽にお問い合わせください。さて次はですね、ブラジル音楽のボサノバというスタイルの曲をお送りしたいと思います。1曲目はボサノバの最初の曲と言われるジョアン・ジルベルトの、シェガジ・サウダジ放題を思いあふれてという曲をお送りいたします。ボーカルはですね、まだ来日したばかりのクリスティーナ・バグレイ特兵が歌います。そしてリッキー・スウェム総長のテナーサックスをご注目ください。そして2曲目はアントニオ・カルロス・ジョビン作曲のデサフィナードをお送りいたします。日本語で音痴という意味だそうです。どうぞ2曲続けてクリスティーナの歌声でお楽しみください。